女から大人へと。G エベレスト？なんだそれ。なんだろう。オーストラリア。どんなレースなんでしょうね。なんと？え、すごいやん。いや、出ようよって出れないんだけどな。5億2000万は美味しいな。ちょっと美味しすぎます。鹿島ウイング、状態見てみよう。マイル、いや出さないよマイルなんか。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。遅くなりました。ウィーニングボストナイン2021ですね、やっていきたいと思います。今回はですね、過去2回はライブ配信でやっていきましたが、録画してですね、取っ手出し、動画として、上げていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今ダイナシュガーが映っております。ダイナシュガーの戦績はちょっとやっぱ落ちてるんで、マイル戦となると厳しいですよね。このゲーム調べてみると、ライバルに負けるとなんか投資とかが落ちちゃうんですよね。投資とかいろんなものが、ライバルに勝つとメリットあるんですが、負けると結構デメリットがあるみたいで、またライバルはですね、繁殖入りしてもライバル配合っていうのがあるみたいなんで、またその子供が、子孫がライバル馬の子孫と戦うとまたドラマが生まれたりとか、絆、ライバル関係を重視しているゲームなんで、ライバル馬は多い方がいいだろうってことで、そうなるとちょっとですね、 G1 クラスだと戦いにくいな。中京記念も負けてるもんな、コバになってから。やっぱり1100の今何週？10月3週ってここに書いてあるか。そこまで待てないんですよね。10月を4週あたりがいいと思うんで。で、月末放牧っていうのがいいと思うんで。そうなるとやっぱり、富士ステークスなんですが、道海屋島とか強いよな。でもそうなると、それ以外となると、ソアステークスぐらいしかないんですよね。キンランド、そんないいメンバーじゃないか。だって富士、でも富士ステークスも今 G2 ですからね。札幌、当時の札幌記念がどのぐらいのクラスか分からんけど、この辺で勝ってるのはちょっと怖いな。新潟大賞典 G3 も勝ってたり、大阪杯3着ですからね。北斗金杯、国土金牌も強いな。小倉大商店勝ってる。一方、スワンステークスはどうか。ロングヒエンとかも強いな。このサーペンスールっていうのは勢いがありますね。3連勝。トアハルコは久しぶりのレースですね。1年ぶり。
これはちょっと休み明けの不安がある。ワールドキングは慶応杯スプリングカップ取ってるとどちらも選択が難しいよな。どっちがいいんだろう。まあフジステークス出してみましょう。そしてマイルはいやいや違う違う、こっちを放牧、一周放牧でマイルは出しません。あ、次のレース決めとこう。絶対放牧から帰ってきたマイル出されちゃうしな。あ、いいですね、京阪杯ウィンドモーメントがいます。この馬と戦いましょう。それはぶつけますよ。ということでこういう風にライバル対決を意識したあの構成が非常にウィポ9重要だと言えますね。シギク賞か、2000ってどうなんかな。まあ2000はいいのか。今週出ますね、中身アンゼリカで。これで一応セーブしといて行きましょう。中身アンゼリカですね、これが 3.5 倍、一番人気がメジロアスペンですね。なので2番人気になります。新聞はメジロアスペンが3つ20丸か。中身アンゼリカ1つのみですからね。他伊坂さん、ドンサカって名前つけてるけどこれわざとなのかな。エイトもそうだったから、あれこれ5期なんじゃないかなと思ったら、9でも引き継がれてますから、ペンネームなのかもしれませんね、伊坂さんの。まあ、中身アンゼリカ、カッパギさんだけ20丸ですね。うん、作戦を見よう。まあそのままでいいんじゃないかな。3番人気あたりまで収支つけとこう。ダイジェストでいきましょう。京都競馬場一勝クラス、シギク賞、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エアヌーベル先頭、残り 200m、 接戦になってますね。イメージメーデン、イメージメーデン、うちの馬だ。なかなかいい、一気に当選バーチ。イメージメーデン、イメージメーデン、イメージメーデン逃げ切ったか。サンタフェアクト、勝ったのはイメージメーデン、メジロアスペン敗れました。お、初めてだ、あの一番人気で敗れた実況が聞けたのは。掲示板には乗りましたけど、でも4着ですからね。一勝クラスで距離も伸びたけどな、ちょっと物足りないですね。フジステークス一周走です。菊花賞ですね、ルドルフ。誰もが未知の舞台、皇帝。このメンバーではかなわないだろうな。三冠がかかりますっていう演出が欲しかった。ダイアナソノ強いな。アイシーツをダイアナソノってどこまで勝ったんだったっけ。
さ、桜花賞しか勝ってないよね。まあ状態はいいでしょうね。ほぼか帰ってきたばかりですがね。もうちょっと間隔空けてもいいんじゃないかっては思ってます。これって放牧中？いや、放牧はしてないな。調子は下がってる。うん、まあ放牧しましょう。調子を立て直します。ダイナシュガーですね、富士ステークス。同感ヤシマが一番人気。ダイナシュガー17番か。52キロ3番人気。やっぱり同感ヤシマは強いですね。黒と金牌と締めていて、ダイナシュガーは黒三角か良くても。前に行く馬が多いですね。ちょっと多すぎるな。これ追い込みで勝負してみるか。前に行く馬がちょっと多いですからね。止まるんじゃないのこれ、ひょっとしたら。ダイジェストに行きましょう。東京 G2 芝 1600m 富士ステークスです。さあ直線に入りました。これからの勝負、同感ヤシマ先頭、後続北斗金牌も来てる。同感ヤシマ2番手、手応えはどうか。外から北斗金牌、お来ましたね。ダイナシュガー、おいい、いい足だ。さあ、おダイナシュガーかわした。やりました。同感ヤシマも破っちゃいましたね。見事に勝ちました。ダイナシュガー鋭い足を見せてくれました。追い込み正解だったかもな。まあ金量を恵まれましたね。52キロですしね。嫌です。B ぐらいかな、スピード値は。だからいいえ。さあ天皇賞秋ミスター CB がシーツへ勝ったレースですね。三冠馬キラー、くつらぎエース、ロドの上り竜。ロドの上り竜なんだ。ライバル関係シーツで言えばミスター CB、 くつらぎエースがミスター CB に毎朝刊で勝ってますからね。だからブリーダーズカップ8の時はブリーダーズカップとドバイに賞金稼ぎで出しまくってたな。クリアハートちゃん、あジョッキーなんだ。そらね、でもまあ乗せないだろうな。そうだね、そうだね。まあでも我々はでもこれ2頭、まだ2頭ですからね。いくつか子馬買ったとはいえ、それを云々するのは早いですよ。拡張したいけどお金がね。ウォーキングマシーンやるにもちょっと、脂肪馬とかまだまだですしね。
これやってみるか。基本施設は拡充は1個だけやるんだ。今6つなんですね。取捨が難しい。一応ダイナシュガーの月末は様子を見ましょう。ちょっと疲れは溜まってるけど、ダイナシュガーまあいいじゃないでしょうか。次走は、まあ、一周放牧してケアハイを予定しております。なるほど、中2周で富士ステークス出しちゃったからちょっと疲れが目立ってしまったかなという気はします。一方中身アンゼリカですね、ちょっと調子が落ちているので立て直し放牧を図っております。なるほど、試合菊賞に出す予定なんですね。もう一周遅らせましょうよ。これいいじゃないですか。どうだった、このエリカ賞もありますけど、これハボタン賞出すか。で試合菊賞は削除。エリカ賞という手もありますけどね。馬の状態とか疲労を良い状態にしておくのはすごく大事です。これですね、やりました、ダイナシュガールドルフ3冠馬。そうですね、CB、カツラギ、鈴鹿コバ、三王位も出てたんですね。このままじゃ資金も自利品なんで、そういえば東海屋島とはライバル関係にならなかったんですね。調子上がるまではちょっと時間かかるかもな。そう、関係ないね。エリジオ新女王の座は誰に、無敗の三冠牝馬、やっぱりダイアナソー出るんですね、ロングレース。 G1 ホース、リトルプリンセス、この時期はシーツではなかったですからね、このコバの秋の G1 戦って。うん、だいぶ調子戻してる。なんかあんまり調子が上がってこないな。そういえば闘志の火のつき方がダイナシュガーが高いですね。どんどん進んでます。
ビクトリーロード。日本ピロいいな、来た。それはあの今週出す、うわラモーヌ添え、尾形って誰？あでも尾形健二強いですね、名前がすごいな、尾形健二って。さあ日本よ世界を、この年桂木エースが初めて日本馬として勝ったんですよね。CB が一番人気だったかな。おお三冠馬対決ですね。海外馬は桂木エースもなんか早めの引退でしたよね。次の有馬で引退しちゃってますからね。今の競馬考えると謎ですね。もっと走れたじゃないかって思ってしまいますし、シモワの成績もまあ上がらなかったのかな、桂木エース。そういうあなたに、桂木エースあった。普通オソですよね、もったいないですよね、どうしても普通オソに見えるし。これですかね、あと詳細名馬列伝に載っております。ポイズイボーイってよくわからないが、そうですね、距離がやっぱりカツアゲは長かったな、菊花賞は。そう宝塚取ってるんですよね、なのにあんまり人気なかった。ティーポリー系か、コスポのレース展望見てみよう。ケアハイダイナシュガーですね、だか、車内コスモスとぶつかります。他ウィンドビューっていう馬も有効みたいですね。能力はもうピークに戻りましたし、疲れもかなり取れました。これは頑張ってくれるんじゃないでしょうか。パワーもまあまああるのは救いですね。中身安全以下もだいぶ調子上がってきましたよ。これなら出しても問題ないですね、翌週に。行きましょう。ダイナシュガー、おライバル馬としてウィンドモーメント登場です。一番人気ですね。お本州を除いて全部二重丸だ。まあ G2 の富士ステークス勝ってますからね。車内コスモスがやっぱり相手になりますね。
そしてホワイトエフォートが3番人気、4番人気がレストレスマナーズ、赤い帽子です。先方はこのままでいきましょう。ダイジェストです。京都競馬場 G3 京阪杯芝 2200m スプリント戦です。4コーナーをカーブして、さあちょっと暗いな絵が。ホワイトエフォート先頭、残り 200m を通過して、ホワイトエフォート余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はダイナシュガー、ホワイトエフォート、うわホワイトエフォートに会えた。2着にはどうやらダイナシュガー、3着にシャダイコスモス、見事に勝ちましたホワイトエフォート。ちょっとこれ絵が暗すぎるよな、雨とはいえ。もうちょっとやっぱりサイドっていうか会長上げないとダメですね。これちゃんとあのモニターで確認したのかな。もちろんあのパソコン用のモニターで。ちょっと絵が暗すぎます。ライバルには勝ったものの新たな敵が出てきた。ジャパンカップはルドルフは勝ったんですね。シーツ補正とかないのかな。さあ今度は中身アンゼリカの登場です。小島騎手が引き続き乗ってくれます。今度はダートの U チャンピオンズカップですね。空き巣になってたよなこの時期は。 G1 ホース、ダートの体型って整ってたわけじゃないですからね。まだ札幌はダートのみで、小倉には、小倉だったっけな、中京だったっけな、ダートコースがなかったように記憶しております。お、温泉は大事。あ、そうか、後からなのか温泉建設できるのは。温泉は体を癒します。体だけじゃなくて人々を心も癒すのじゃ。名言ですね。さあこれでダイナシュガーの調子はどうか。調子はいいですね。次何出すか、まあ阪神カップは妥当かな。岡部さんじゃなかったっていうのも影響してるかも。阪神カップ以外出すレースはないですね。わ、すごいな。出すゲニーとか結構今出てるけど、今のところあんまりすごい馬が出てるわけじゃない。まあ狙えるかもね。東海ヤシマとかもいないしね。そうそう、ライバルか、あの関係作っていかないといけないですね。ネクスト、中身アンゼリカ 8.2 倍か、だいぶ人気ないな。今3番人気、中身アンゼリカ4番ですが、丸が一つあるのみか。ビンゴチン、タイガーボーイがどうも強そうですね。ちょっと人気に見放されつつある。黒の帽子です。差しか、まあこれでいいでしょう。ダイジェストです。ハボタン賞中山一勝クラス芝 2000m です。黒の帽子、4コーナーカーブから直線コースに向きました。タイガーボーイ、タイガーボーイは強いわ。200m を通過して2番手に上がってきたが、後ろはどうか。これはセーフティーリードですね。タイガーボーイ強い強い、タイガーボーイ圧勝ゴールイン。2着はブルースフォルテ、3着に中身アンゼリカ、これは物が違う。タイガーボーイつなげてるから強い強い強いって言われてて怖いですね。ということで人気通りの3着ですね。ビンゴチュールには勝った、先着した、勝ったんじゃなくて、まあ自分の走りはできたと思います。ちょっとタイガーボーイが強すぎた。お、ダイナシュガー11位なんですね。結構いいですね。まあ出ないけど、出てないよな。
距離が長すぎますしね。さあ、まあ当然のごとくですけど、おライバル馬の、あの関係もここで見れるんですね。中身アンゼリカですね。人気通りを3着。調子はまあもう一走はできるでしょうね、放牧前に。12月の今2週で3週ぐらいに走れればいいんだけど、適当なレースはないですよね。平場の一勝クラスがあるか。関西は？関西は福寿なんたらかんたらがありますね。削除削除。日本ピロいいな。香港マイルに出るんですね。すごいな。頑張ってほしいところです。宝スチール、アイランドゴッテスって結構ウイポ内では有名だよな。2000か。2000は長いな。1番人気鉄道活用、長距離は金黒仕様と。あ、ダイナアップです。熱発。そう、海外馬を変えるんだ。ようやく。さあ、8に比べて海外衛星のなんか難易度が上がってるみたいですが、なんか海外嵐しばくってましたよね、8の頃は。海外の方が勝ちやすいから。まあ、放牧してるから、ん？放牧してたっけ？ああ、阪神カップの後放牧か。あ、間違えた。ちょっとロードしたい。あ、説明が長い。そうだ、借金返さないといけないんだ。今回借りてる設定ですからね。ちょっと戻します。でちょっとセリーチはさすがに行かないってわけにはならないからな。海外セリ、このいきましょう。海外セール参加費もかかるようになってんのか。8ではかからなかったですからね。新つばいんの？新つばいないみたいですね。それ買っても正直
なんだ、しゃあないですからね。やめときましょう。どうせ庭先で買える可能性あるしね。この辺のシーツバじゃないクラスだったら、結局結構時間かかっちゃってますよね。12月の要集だもう。40分近くやってますからね。夢のグランプリ皇帝、なんで2回出すんだろう。アオリウム細かいバージョンアップしてほしいですね。キブネさん、あ、彼女も記者なのか。そういえば馬娘の、記者の CV が須山エミリっていうんですけど、彼女に似てますね。ウィポでも記者役。湯野川隆夫さん、てか自分じゃねえか。リリーロス、カブトヤはテーマ、パーソナリティは強いな。どんどん世界の話ですね。うん、あ、そうか、厩舎の話もあるからな。シーツバしか出ないの？あ、なるほど、そうだ、あのシーツバがロストしちゃう可能性があるんだ。たとえ寿命が尽きなくても、あの、まあ、例えばカツラギエースとかスペシャルウィークとか、特にスペはそうですね、そうなのかもしれないけど、明らかに寿命が尽きてないにもかかわらず、その年4歳制で引退させないといけないとかありますからね。30年ローンはきついな。牧場のローンも残っている。今回資金提供じゃなくて借金っていうのが大きいですね。ということで、今週は最後阪神カップですね。すごく疲労の調子も順調と言えるんじゃないでしょうか。チャンスですね。一方、中身アンゼリカ、これもいいですね。状態は来週の福寿草ステークスに出ます。一
応セーブしておきましょう。3.0 倍、あ、ダスゲニーが一番人気。ダスゲニーは投資が上回ってますからね。ちょっとこの相手は嫌だな。本州は20丸いただきました。大崎の大崎安城ダスゲニー、まあ先方はこのままでいいでしょう。おそらくダスゲニーとの一騎打ちになるのかな。レース行ってみましょう。阪神 G2 阪神カップ芝 1400m です。阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ダイナシュガー好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてダイナシュガー行きました。ダイナシュガー先行策なのか、いやそれはないんでしょう。引っかかってもないしな。それに続きます。イロープノーションそのうちに続いています。その外から西のスキー、その今手につけてしまいました。ダイナシュガーその外にアイキコンソート、ピンクの帽子成田ファーム、その後ろ内からはゴームサバナ、その隣にアクラソース、すぐ隣にクラークソート、その横にアフタービクトリー、内からはオートリサリア、その後ろにバリッドスチール。さあ先頭はリードエイティ、ダイナシュガーほとんど差がありません。ビクトリアマイルの勝ち馬ダスゲニー、まだ後ろダスゲニーは後ろですね。もうほぼ最後方。ここで先頭はダイナシュガー、さあ頑張れるかダイナシュガー。ダスゲニーはどこにいる。今中割ってきたけど差はありますからね。上がってそうだ。後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はダスゲニー、3着にイロープノーション、見事に勝ちましたダイナシュガー。なんとびっくり勝ってしまいましたね。スタートでもほとんど決まったっていう感じです。今回の動画で最後のレースですからね、いい終わり方をしてくれました。借金払ったので資金としてはマイナスです。はい、やっぱりルドルフ強いですね。ホープフルには妙心山、翌年が期待されます。釧路キング、鉄尾勝陽は東京大賞典を制してますね。ダートの牝馬買った方が良かったかもな。ダイナシュガーダートダメですからね。おお、コラムアンジェロって何？こんなあるんですね。4馬身4馬身差だからな。正直ルドルフの一人勝ちだよ。系統が世界適性ってあるんですね。この青い丸の印はヨーロッパなんでしょうね。 EU の印かな。
パソロン系が猛威振るってますね。まあほとんどはルドルフでしょうけど、表彰式行きましょう。アロマカレッジって NHK マイル、あ、そうか。リュウタンしおり3、うん、126勝はすごいな。岡部さんの41億もすごいですけどね。おお、まあそうなりますね。渡辺茂鉄の活動期、うん、2歳牝馬アイランドゴッテスがいます。ダダダダダダダ引っ張ります。まあルドルフですよね。満票獲得です。テスコロクールス、スローゴールド、モンサルト、なんでしょうね、サガスかトリプティックか。サガスか。凱旋門賞だけじゃなくてクイーン、キングジョージインターナショナルステークスも取りましたね。もちろん、はい、まあまだ寿命は残っているはず、引退する年ではないはずです。まあ来年まででしょうね、ダイナシュガーは。つまりダイナシュガー中身アゼリカが一気に引退となるわけで、それ以降が心配ではあります。ハッピープログレスもカツサギエースを引退ですね。オペックホースもモーテファストもスティールハートか。ダビスタなら買うんだけどな。とりあえず今はいいです。そんなにいいのかな。セーバーミュージック、早熟、あー、うんうんうん、早熟馬ばっかりじゃないですかこれ。これが普通遅ぐらいですからね。これ買っとこうか。変えるよな。あ、ここで調整するのか。これは買いません。ティターンが脂肪馬になってんですね。
お、吉富ってそうか、この年デビューなんですね。3頭です。いや、さすがに売却はないでしょうと。そうだ、クラブがまだないんだ。ちなみにルールってどうなってたっけ。ルールはウィポのルールは今動画でやってるからな。所有制限ありますからね、我々の馬は。ルールすっかり、そのルールちゃんと説明欄に書いて始めたのに忘れてる。C ツバスーパーホースの合計の所有は年2頭のみ。最初2年は年3頭で OK。って書いてますね。クラブ後のルールもあるんですけどね。要するに、一つの牧場に年2頭のみですね。でも、最初の2年なんで、84年スタートなんで、これと次までは3頭 OK です。なので、3頭とも、所属させます。まだクラブがないんで、日本しか選べないです。さあ、ミジョラモーヌ、ダイナークトエスあたりが楽しみですね。そうだ、入級先を決めないと。入級先、まあよく知らないのでってなりますよね。じゃあランダムで、ラモーヌだけは小池さんに所属させましょう。他は全部小池さんだ。ラーメン大好きそうなメンツです。いいですね、状態は良い状態だそう。ノアの墓舟出てるんですね。これは結構強いわ。ここでくすぶっていうのは不思議なぐらい。基本はオート進行として使わないな。うわ、すごいなこの髪型。一応ですね、妻の連れ子っていう扱いですね、淀川佳穂さん。お父さんと呼んでくれるかな。あ、凱旋さんだ。まあ怪しいよな。怪しいものじゃないよとか言ったら絶対怪しい。体弱いんだ、ダイナークトレス。確かに熱発したしな。温泉早く作りたいな。桜子さん、あ、12月絆使い忘れてた。あれ今桜子つって、これ結構有効に使えるんじゃないかな。何？調教師と絆。あれさっきはあったと思うんだけど、また来た。たくさんしときますね。こちらも絆コマンド獲得。知り合うのがまあ難しいんですけどね。80ポイント。
またお客様。お、スノーピュアスノーファームだったっけ、ゆきのさん仲いいな。目標金、そうですよね、あ、ゆきのさんって言ったら足毛の馬。1年で、いやーすごいな。芝は3区で同一年日キリがないですよね。お、今回のこれから目標、これ獲得すると1万ポイントです。他ですね、いろいろ細かいイベントもありますよね。多分この辺を獲得しないと、あのエンディングの10万にいけないってことじゃないの。うん、見たな、ライバル対決。これがナインの魅力。じゃあ引き捨ててみようか、グヘヘ。バスケがしたいです。春衣装って何、春にならないと着せない衣装か。とりあえず バスケが、まあちょっと危ないな。まあどれも危ないけど、さあこれで、ね、今回5頭になりましたね。今回は、獅子つばを中心に、行きたいと思います。ブルーダーバン、何も取ってないはず。ランクが上がってますね。ランク3まで上がっております。あと見るとこはないな。本戦はですね、2歳馬がデビューした後にやりましょう。今お金がちょっとずつ減ってるんで、
借金もまだ29億ありますからね。債務超過ですからね。正直賞金を稼いで返していかなければならないところです。はい、というわけで、今回はここまでとしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ウィニングポスト9 2021、今まで遊んだ動画の記録プレイリスト作っております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見て、ツイッターの方はフォローもお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、ウィニングポスト9 2021、今回は動画制作でやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。